弦学史重奏曲作品41はロベルト・シューマンによって1842年に作曲され以下の3曲からなる。シューマンが作曲した弦学史重奏曲はこの作品41の3曲のみである。1840年に結婚した妻クララが1842年に 結婚後初めての長い演奏旅行に出ている間、シューマンはライプチヒの自宅で一人暮らしを余儀なくされ、極度のスランプに陥っていた。1840年の歌曲、1841年の公共曲に続き、新たに室内楽に目を向け、1842年6月4日に第一番の作曲を開始し、約2ヶ月の間に3曲の弦楽四重奏曲を、 完成した。これらは、シューマンにとって最初の室内楽曲作品である。フェルディナント・ダビットの率いる四重相談により、1842年9月13日の妻、クララの23歳の誕生日の贈り物として、私的な初演が行われた。楽譜は翌年、翌1843年ブライト・コップ・ウンとヘルテル社から出版され、フェリックス・メンデルス・ゾーンに検定された。 なお、この1842年は、ピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲が立て続きに作曲され、シューマンの室内楽の都市と呼ばれる。1> 第一楽章イントロズツヨーネ、アンダンテイスプレッシーボ、アレグロ第二楽章スケルツォ、プレストインテルメッツォ第三楽章アダージョ第四、楽章アレグロ第一楽章アレグロビバーチェ第二、 学章アンダンテクワジバリアジオに第3学章スケルツォ、プレスト、トリオ、リステッソテンポコーダ第4学章アレグロモルトビバーチェ第1学章アンダンテエスプレッシーボアレグロモルトモデラート第2学章アッサイアジタート、ウンポコアダージョ、テンポリゾルート第3学章アダージョモルト第4学章フィナーレアレグロモルトビバーチェ。ありがとうございます。